今日の最ご意見のある方はご発言願います。他にご意見はございませんか。特にないようですから討論はこれにて終結いたします。これより議案第24号から27号までの4議案を一括して採決いたします。4議案は原案の通り可決すべきものとすることに合意ございませんか。合意なしと認めます。よって4議案は原案の通り可決すべきものと決しました。変なことにしといたらほんまに全然とな変なこと次に日程第の施設調査事業実施の概要の件を議題といたします。当局の説明を求めます。長谷川副課長。ただいま議題となりました日程第5施設調査事業実施の概要についてご報告申し上げます。本事業は今年度に宇治市平尾台地区におきまして国土交通省が実施されました都市部官民協会基本調査が完了し、その成果を引き継ぎ、本市が平成29年度から同地区で質疑調査事業を実施していく予定であることを、平成28年5月19日の本委員会に報告させていただいたものでございます。その時点での本市が行う質疑調査事業の内容といたしましては、官地と民地のみの確定を先行して実施していく、官民協会と先行調査として実施する予定であるとご報告しておりましたが、その後京都府を通じての国との事業実施に向けたヒアリングの中で補助事業の方針として民地と民地の協会を確定する一筆地調査も合わせて実施するよう求められましたことから来年度から実施を予定しております施設調査事業は官地と民地との協会だけでなく民地と民地との協会の確定をも合わせて実施することといたしました。従いまして官民協会等先行調査と一筆地調査を実施することにより協会確定及び測量等の業務が大幅に増加することとなり1年間に実施できる対象地域は官民協会等先行調査のみの実施するときと比較しまして約3分の1程度になり平尾台地区の官民と民民の協会確定完了時期としましてはおおむね5年から6年を要する予定でございます。事業の実施スケジュールといたしましては資料2ページの施設調査事務フロムの点線で囲んでいます平成29年度からの施設調査の部分をご覧ください。1年間の事業の流れといたしましては4月頃に調査実施についての告示を行い5月頃には入札により受託業者を決定6月頃には地元説明会を開催し8月頃から各地権者と協会について立ち会い確認を行い11月頃にその結果をもとに測量を実施し翌年の2月頃にはこれらの成果をまとめて成果図面各地籍の面積の閲覧を行った後
3月に国の承認を得るために京都府を通じて成果品を送付し、さらに国が承認をした後に京都府が認証を行い、京都府は成果品を宇治市と本局に送付してその年度の事業が完了することとなっております。なお平成29年度の実施予定箇所といたしましては、資料3ページをご覧ください。宇治市平尾台地区の東側の範囲約 0.04 平方キロメートル対象の世帯数は約120戸を予定しております。以上、指摘調査事業実施の概要についてのご報告とさせていただきます。これより質疑を行います。質疑のある方、実際に前回5月には、入院は、しないという方向でされてたところ で大幅にこの、期間も伸びるということなんですけども、実施者は市であってますかね。でこれは一応期間も長くなって民民との協会にもやらなあかんということで、こうもし費用が達成するとすれば大きくなったりすると思うんですけども、それは宇治市が出すものなんです。今回前回の報告につきましては、官民というか先行国がやっておりました。で今回からはその成果をもとにしまして市が行うことになります。で今まで の私どもによってその市の調査にいたしましては、まあ、ちょっとぐるっとした土地がございました。道と、まあ、土地の間だけの一箇所だったんですけども、それぐるっとした土地全部行くようになります。でそうですので、その時のトータルコストっていうのは確かにここだけよりもぐるっとやった方がかかってまいりますけれども、その場合につきましても最初にご説明させていただきましたように、国補助と府補助の 75% というのはかかってまいりますことと、ここまでできてしまうとそこの土地の、まあ、完璧な一筆が確定できることになって、今度は例えば分譲される時の土地 の費用とかが、まあ、市民の方にもメリットが少し発生するようなこともございます。市の持ち出しは一緒やです。市の持ち出しについては変わらないでしょう。他に問いに、これですから市がやるということですから、もうこれ新年度の当初予算には計上されてるんですか。予算いくらで計上されてるんですか。新年度の当初予算1264万7千円の方で案の計上させていただいておる状態でございます。まあ、予算委員会でまたこれ審議されるということでしょうから、中身についてね、あんまり今もう聞きませんけど、これもちろんですから、このいわゆる委託業者については市内業者を優先にやっぱり委託していただけるということは、それはそれでよろしいですか。発注の業者の方法につきましては、実際宇治市で来年度から始めていきますので、宇治市の市内業者さんも宇治市でやるのはどの業者さんも今までやったことがないということになりますので、実際に発注する段階になるんですけども、ある程度経験した業者というところも宇治市として必要かなというふうに考えております。ですのである程度経験している業者さんと宇治市の業者さんを、まあ、どういうふうに育成していくか、知的調査に慣れていただくかということを考えていかないかと思うんですけども、実際に近隣でどういうふうに知的調査を始められたときに、業者さんに対してどういうふうな条件をつけておられるかと、その辺の方の条件等ですね、まず調査いたしまして、その辺の条件と考えていきたいと考えております。ということは今の段階でそのいわゆる業者さんのいわゆる入札で、まあ、入札になると思うんですけどね、入札の参加基準は明確になってないということですか。いつ発注されるんで、これも4月から調査実施するんでしょ。はい、まあ、今先ほど副課長のご説明させていただきましたように、まあ、この業務宇治市内では初めてやる業務でございますので、市内業者さんの中に、まあ、この間測量協会さん等のご意見もお聞きしている中では、
ちょっと経験をしている業者さんがおられないというのが現実でございます。まあ、そういう中で我々業務を進めていくのに、まずは経験をもしているそのいわゆる京都府内程度の業者さんの中から、一つはそういう業者さんの選定があるのかなというふうに思っております。ただ市内業者さん、そうするとこれから、まあ、今後続けていく中で経験を積めないというような状況もございますので、まあ、そのあたりは府内業者さんと市内業者さんをどのようにマッチングさせていくか、まあ、ここについて今現在検討を行っているところでございますので、全く市内業者さんを外した中で検討を進めようとしているものではございませんので、ご理解願いたいと思います。まあ、これからね、今まさに安田部長おっしゃった通りね、まあ、数年にわたってこの事業を続けられるわけですしね、ぜひそれは、まあ、もちろんその正確さが求められる、経験が求められるということについては理解はしますけれどもね、しかしまあこれ経験をしないことには永遠にこれもしないわけですから、ですからやっぱり今おっしゃったように、どういう形でね、市内業者、売り市内の業者さんをこの事業に組み入れていって、で2年目以降からまたその幅を広げていくというような形でね、ぜひ進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。他に質疑はございませんが、高本委員、これは農民の調査も新たに入りたいと思うんですけど、これは1264万円ということなんですけど、これは当初の国と府からも補助があるということなんですけどね、これはもう大体これぐらいかなということで、なんですか、これを。ほんで、もう一つ、その入札で決めていかはるんですか、業者は。それともう一つ、ついでに聞いておこう。民民ということになれば、やっぱり、まあ、ここ平台の方は新しい住宅でもあるし、割と教会もはっきりされているかと思うんですけど、そのなんかこう、いろんなトラブルとか、なんとかの時は、どういうふうに対応されるんでしょうか。吉田部長。事業金につきましては、補助金、国の補助についてはまだ確定しておりませんで、割り落としの可能性もございます。そうなってきますと、まあ、事業も若干、その補助金に合わせて、やっぱり少なくするということもございます。で、2つ目、入札につきましては契約については入札の方法で考えております。で、3つ目、決まらなかった場合っていうのは、もう決まりませんでしたというような形で結果をお返しするということになります。まあプラス表記というやり方なんですけど、はい、今まで生まれている部分が学者号になって、ナンバーチプラスナンバーチっていうプラス表記になっちゃうんで、住民の方にすごくデメリットがある表記としてのプラス特殊な表記決まりませんでしたという表記になりますので、そこのところについてはまた今度分別等の時にその時もお話し合いをしていかなあかんようなこともございまして、ちょっと決まらなければ、ちょっとまた負担が後に残っていくこともございます。この点、入札の方は分かりました。事業の民民の協会、それね、測量していくのにね、市がそのトラブルをかぶるいうことをなんで、そんな割に合わないじゃないですか。だからどうなんかなと思ったんですけど、まあそれはまだ B ということで終わっとくということで分かりました。はい、他に質疑はございませんか。よし、別になるようですから、質疑行って終了です。本件は切らせていただきます。次に日程第2次自主住宅マスタープラン改定版ツアーに対する意見募集結果を受けて、ツアー方針を見たいと思います。当局の説明を行います。ただいま議題となりました日程第6宇治市住宅マスタープラン改定版書案に対する意見募集結果及び最終案についてにつきまして、お手元の資料にてご報告させていただきます。資料はですね、説明用の資料が1枚、また別添しようとしまして、資料1、資料2、資料3の3種類ございます。よろしくお願いいたします。まず1つ目のですね、意見募集の結果等について説明いたします。宇治市住宅マスタープラン改定版書案につきましては、
平成28年12月19日の本委員会にてご報告させていただいた後、市民と皆様からの意見募集を行いました。まず1番、募集期間につきましては、平成28年12月21日水曜日から平成29年1月25日水曜日まででございます。2番、意見を提出していただいた方は3人おられまして、提出いただいた手法につきましては、ファクシミリがお1人、電子メールがお2人でございました。3番、意見数につきましては10件ございまして、計画編の第4章、住宅政策の展開基本方針1に関することが2件、また同省の基本方針4に関することが1件、同じく基本方針5に関することが2件、また住宅マスタープラン全体に関することが2件、その他3件でございました。4番ですけども、意見等の内容とそれに対する本質の考え方は資料1にまとめており、これらの意見等によるプラン書案の修正はございませんでした。では、資料1をご覧ください。両面になってございます。いただいたご意見は一覧表でまとめておりまして、表の左から先ほど言いました分類、次にご意見等の内容、ご意見に対する本質の考え方、修正の有無の4つになってございます。まず基本方針1の良質な住宅ストック作りについての意見が2件ございまして、1つ目は家屋の耐震性のみならず耐火性も合わせて促進してもらいたいとのご意見でございます。これに対しても本質の考え方としましては、建築物の耐火性の確保につきましては建築基準法に基づき一定の耐火性の確保に努めていますとしております。2つ目は一人暮らし高齢者で昭和40年代後半に建てられた長屋風の戸建て持ちに住んでいるが経済的余裕もなく耐震工事ができないとのご意見でございます。これに対しての本質の考え方としましては、耐震化への支援としては基本方針1、括弧1の安全性を重視した住まいづくり、既存住宅の耐震化の促進におきまして富士市建築物耐震改修促進計画を策定し、既存住宅建築物の耐震化や減災化の施策の一つとして耐震診断や耐震改修の助成を行っており、今後も高写真を推進していきますとしております。次に基本方針4、住宅地特性を生かしたきめ細かな住まいづくりについてのご意見が1件ございまして、宅地開発する土地はプランに沿ったもののみ認めるようにしてほしいとのご意見でございます。これに対しての本旨の考え方としましては、宅地開発については基本方針4、各国の開発事業に対する適切な指導誘導のとおり、本市の都市計画や景観計画などの作りに関する計画とともに各種要項技術基準に適合したものとなるよう富士市まちづくり景観条例に基づき開発事業者に対して指導を行いますとしております。それから基本方針5でございますけれども、市民ニーズに対応した住宅ストックの質の向上と活用促進についてのご意見が2件ございまして、1つ目は年金、国民企業年金を合算した金額で障害入居ケアがある公的ホームができれば望ましいというようなご意見でございます。これに対しての本質の考え方といたしましては、高齢者の住宅確保については基本方針5、括弧1の多様な住居に居住ニーズへの対応において都市部局と連携を行いながら高齢者向け有料賃貸住宅家賃補助を行うとともに、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地住まいのバリアフリー化の促進、2多様な住まいの環境整備、3住まい確保困難者への支援、環境上の理由や経済的な理由などにより、生活等が困難な高齢者を対象とした養護老人ホーム、また高齢者安心サポーターのようなセーフティーネット機能を持った施設の設置応援と連携強化というような、施策に取り組んでおりますとしております。2つ目は、監視工事をしていない家屋や生前の家屋が残されたままの空き家でも購入希望者を紹介してもらえるような仕組みが欲しいとのご意見でございます。これに対しての本旨の考え方といたしましては、空き家の有効活用につきましては基本方針5、括弧5の空き家の適正簡易と有効活用の検討の中で空き家の活用に向けた検討を行うものとしていますというものでございます。裏面をご覧ください。4番目の分類しております住宅マスタープラン全体に関することでございますが、2件のご意見がございまして、1つ目は若者の住宅問題にほとんど触れられていないように思える、条例を設けて若者の定住を促進している自治体もあるので若者のための住宅施策を充実してほしいとのご意見でございます。これに対しての本旨の考え方といたしましては、若い世代に向けた住宅施策としては基本方針5で子育て世代に対する施策、
また基本方針6(1)の住宅確保用配慮者への適切な住宅供給を掲げてございます。その他若者のための住宅施策につきましては、挙げていただいた自治体事例なども参考にさせていただきながら今後研究していきますとしております。マスタープラン全体に対する2つ目でございますけれども、前回のマスタープランの評価と今回どう見直したかがよくわからない、各施策に具体的な KPI を設定して評価してはどうかとのご意見でございます。これに対しまして本市の考え方といたしましては、本プランは住宅住環境に関わる方針を示すものですので、事業評価のような具体的な数字を上げて評価することは難しいため、住宅を取り巻く環境課題をもとに必要な施策について見直しを行っております。 KPI の設定等については、次回の見直し改定時の検討課題とさせていただきますとしております。最後にその他に分類するご意見が3件ございまして、1つ目がスーパーに客が少なくなり閉店しないか心配なので対応策を考えてほしいというもの、2つ目が安定した信頼性のある企業を誘致し地元雇用を促進するというもの、3つ目が個人の開業医などは高齢化が見受けられるため対応策を考えてほしいというものでございまして、これらに対しての本市の考え方としましては、本プランは住宅住環境に関わる方針を示すものですので特に言及はしておりませんが、いただいたご意見は関係部局と情報共有するとともに参考とさせていただきますとしてございます。以上がパブリックコメントでのご意見等内容及びそれに対する本市の考え方でございまして、先ほど申し上げました通りですね、これらのご意見等によるプラン書案の修正についてはございませんでした。説明を資料に戻っていただきたいと思います。2番目、富士市住宅マスタープラン改定版書案修正箇所でございます。書案の修正箇所につきましては17件ございまして、主に本プラン策定委員会でのご意見によるもの、および平成27年国勢調査の地区別の結果が1月27日に出ましたことによりますデータの修正、並びに京都府住生活基本計画など関連計画の時点修正等でございまして、具体的な修正箇所につきましては、お手元資料に横長のものですけれども、そちらの方にまとめてございます。また3つ目の北部事項で掲げております、宇治市住宅マスタープラン改定版最終案の資料といたしまして、資料3の8紙にしているものが修正後のものとなってございますので、ちょっと失礼ございますが、説明の際ですね、この冊子も合わせてご覧いただけたらと思います。よろしくお願いします。では、資料2および資料3をご覧いただきたいと思います。資料2はですね、修正箇所をですね、表でまたまとめておりまして、表の左からナンバー17番でございます。それから修正箇所、そして修正前の箇所案でございます。次に修正後、これ最終案になっております。それから備考ということで、でございます。修正した箇所につきましては、この資料2の中でですね、赤字で記載しておりますところでございます。またですね、同じ項目に関わるものはですね、一点にまとめておりますので、よろしくお願いいたします。まずナンバーワンでございます、資料3では、4枚めくっていただいた1ページになりますけれども、現況編第1章計画の位置づけということでございますが、その中でですね、丸3の国および国の計画の見直しというところでございますが、国計画において、平成27年度に策定としておったんですけれども、実際に閣議決定が行われた日に変更したものでございます。および府の計画につきましては、本年1月に計画が策定されたものを受けまして変更したものでございます。次にナンバー2でございます。1ページから2ページにかけてになります。また資料3では、3ページから4ページの現況編第2章統計等諸資料に見る住宅を取り巻く外境の位置、人口、世帯の動向のうちのですね、丸3、年齢3、分別人口、丸4、家族類型の動向でございますが、これはですね、平成27年国勢調査の地区別の結果が出されたもので、その結果を追記いたしますとともに、その結果による分析によって、本文の内容を22年ベースから27年ベースに修正しているものでございます。続きまして、ナンバー3でございます。資料3では、30ページから34ページの、丸2京都府住生活基本計画でございますが、
ナンバーワンで、説明した通り、いたしました通り、今度1月にですね、平成28年度から平成37年度を計画期間とした新しい京都府移住生活基本計画が作成されましたもので、この内容に変更しているものでございます。次に、3ページ、資料2の3ページのナンバー4、資料3ではですね、47ページから50ページの3、関連計画の1、住宅の耐震化に係る計画等の2、市建築物耐震改修促進計画でございますが、先の、2月2日の本委員会で報告がありました、改修耐震改修計画の改定版の概要というものを追記してございます。続きましてナンバー5、資料3では51ページの、耐震化に係る制度というものがございますけれども、こちらの方でですね、昨年11月から、始まりました耐震シェルター設置工事費の助成について追記をいたしております。次に4ページになります。ナンバー6でございます。資料では53ページ、資料3では53ページになりますけれども、こちらの方ですけれども、丸で出てます宇治市高齢者住まいに関する指針でございますが、こちらについて、追記している内容でございます。次に、4ページから6ページにかけてナンバー7ということで挙げておりますけれども、資料では、60ページから63ページになりますが、2、地区別の人口等の動向でございます。ナンバー2と同意ですね、こちらも平成27年国勢調査の地区別の結果が出されましたので、本文の内容を27年ベースの分析に修正し、また図についても修正しているものでございます。それから、次6ページなんですが、資料2、6ページから、7ページがございまして、ナンバー8あります。資料3ではですね、すみません、64ページから66ページになってくるんですけれども、こちらのですね、3番、地区別の住宅ストックの特性と、同じく、資料に見ますと7ページのナンバー9になるんですけども、ごめんなさい、走りますと申し訳ございません。資料3では73ページになってくるんですが、丸2ということで、類型別の住宅住環境の特徴というのが掲げてございます。こちらの方ですね、先ほど説明しましたナンバー2やナンバー7と同様のですね、国勢調査の結果について修正しているものでございますので、よろしくお願いいたします。続きまして8ページナンバー10になります。資料3では、81ページの、4施策体系一覧というのがございます。こちらの方ですね、2箇所修正しているんですけども、修正内容につきましては、後で述べます修正箇所の中で説明していたしますので、よろしくお願いいたします。同じページナンバー11になります。資料3では84ページの中ほどになりますが、括弧3、地球環境に配慮した住まいづくり環境と共生の具体的な施策の1つ目の項目になりますが、黒丸、住宅における省エネルギーへの配慮や新エネルギーの積極的な活用等についての知識普及と意識啓発でございますけれども、こちら省略、ちょっと法律を、省略しとったんですけれども、その法令名を正式名称を修正し、また3つ目の項目になりますが、黒丸で環境に優しい住まい暮らし方の普及啓発の項目では、家庭用水タンク設置への助成と書いておったものを補助に修正してございます。さらに資料2では、同じページのナンバー10になりますが、資料3では85から86ページの基本方針2の括弧1、災害に強い居住環境づくりの具体的な施策の3つ目の項目になります。20丸土砂災害防止対策の推進でございますが、担当課等の協議の中で、土砂災害防止法に基づくのその法に基づくもののみではないことから法律で削除いたしまして、さらに具体的な施策では警戒区域の指定をするのは京都府でございますことから、啓発に修正するなどしてございます。また86ページの、浸水被害対策についての概要についても、担当課との協議の中で変更しているものでございます。
続きまして9ページ資料2の9ページのナンバー13でございます。資料3では、その87ページになりますけれども、括弧3の安全な街づくりに向けた地域コミュニティの活性化でございます。こちらでございますが、こちらもですね、策定委員会でのご意見によりまして、地域コミュニティの形成というものから地域コミュニティの活性化で修正したものでございます。それから、同じページのナンバー14でございます。資料も同じページの、括弧4、ユニバーサルデザインまちづくりの項目でございますが、具体的な施策の2つ目の項目、黒丸で、宇治市交通バリアフリー全体構想、括弧改定版に基づく中堅整備地区のバリアフリー化の推進という項目でございますが、年度、小学駅周辺地区交通バリアフリー基本構想策定予定でありますことから、矢印の中でですね、そのことで表記をすることに変更してございます。続きまして、最後のページ資料で2例の最終のページ10ページになりますが、ナンバー15でございます。資料3では95ページになってきますけれども、こちらの方ですね、平成28年12月26日に平等院表参道まちづくり協議会が認定されたため、ここの一覧に追加するとともに、その下の活動区域につきましても、同まちづくり協議会を含めた29年1月1日現在の文字に変更したものでございます。さらに同じページのですね、資料に見ますと、ナンバー16でございますけれども、資料3では、見といていただいて97ページの括弧に、市民に分かりやすい住環境提供と、相談対策充実でございますが、具体的な施策の2つ目になりますけれども、二重丸で多様な相談に対応できる仕組みづくりの検討でございますが、策定委員会でのご意見によりまして、矢印で表記しております具体的な施策に、関係機関との連携というものを追記したものでございます。最後になります、一番最後ですね、ナンバー17でございますが、策定委員会の名簿とかですね、パブリックコメントの実施結果及びに、要望集等で構想される資料を追加しております。ただいまのは、資料3で言いますと、決めておいていただいて、今のページから2枚めくっていただきますと、資料編ということでやっておりますけど、この追加でございます。以上の資料編の追加も含めました17点が修正箇所でございます。初案からの修正箇所でございます。今ですね、ルールを報告させていただきました資料3でございますが、この試合終盤につきましてはさらに点検を行った上で、宇治市住宅マスタープラン改定版として策定いたしまして、経過通知書の冊子も策定する予定でございまして、作成でき次第ですね、皆様にもお配りする予定としてございます。以上、少しお時間いただきましたけれども、宇治市住宅マスタープラン改定版書案に対する意見募集結果及び最終案についての報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。これより質疑を行います。質疑のある方、こちらに。資料1の2ページ目ですけど、若者にですね、やっぱり宇治市に定住していただくというのは、今後本当に大事なことだというふうに思っております。で、先日の PR 動画を見ましても、最後にですね、宇治市にぜひ若い人に住んでほしい等の、内容もありましたし、この2ページ目の一番上の住宅問題云々のところのこのご意見に対する本旨の答えですね、若い世代に向けた住宅施策としては基本方針として、子育て世代に対する施策、もう一つが住宅確保要配慮者への適切な住宅供給を掲げています。この2つについてもう少し詳しく説明していただきたいんですけれども、はい、まずですね、今いただいた1つ目の、若い世代に向けました住宅政策という基本方針5で、子育て世代に対する政策というものでございますけれども、マスタープラン最終案のですね、91ページをご覧ください。91ページになるんですけれども、こちらの方でですね、
90ページでございます。基本方針5、市民ニーズに対応した住宅ストップ質の向上と、活用促進という中で、まず一つ目といたしまして、多様な居住ニーズへの対応の中でですね、まあ、少子化対策の一環といたしまして、地域有料賃貸住宅制度など民間賃貸住宅を活用した子育て世帯への適切な住宅供給を進めますということで掲げてございまして、自由賃という制度が、あるんですけれども、まあ、国や京都府、都道府県についた制度がございますが、そちらの、情報提供がなかなか今できておらないというようなこともございますので、そういった情報提供をさせていただくということでございます。また、91ページに括弧2といたしまして、住宅ストック等を活用した子育て世帯の住環境の整備ということで掲げておるんですけれども、子育ての計画の中にもですね、出ていることでございますけれども、まあ、その、住んでおられる地域でですね、安心して子育てができるような、整備ということでございまして、まあ、住宅との関係でございますので、空き家等をですね、はじめといたしましたそういう住宅ストックを有効活用して、集える場所等の、安心して交流できる場所、集える場所というようなものの確保に努められれば結構かなと思いまして、ここで、掲げているところでございます。同じような形で、まあ、他の子どもの居場所づくりであるとか、また市営住宅におきましては、子育て世帯に配慮した入居制度等ですね、そういったことに対しても、検討していくべき課題ではないかというふうに考えてございます。それから、基本方針6、括弧1でございますけれども、こちらの方につきましては、同じく最終は資料3でございますけれども、こちらの93ページの1番目に、まあ、住宅確保、要配慮者への適切な住宅供給ということを書いておりまして、まあ、福祉施策との連携ということもございますけれども、こちらの方で、各種、まあ、これは子育て世代の方だけとか、若い世代の方だけではないんですけれども、こういった中での住宅確保、要配慮者という形での、施策として、市営住宅への、入居の関係の、まあ、役割の明確化であるとか、そういったことへの、検討というのがまだまだできていない部分もございますので、そういったことで政策を進めていただければならないかなということで掲げておりますので、本質といたしましては、まあ、そういったことを書いて、また今後研究して、またご意見として、書いてないような、各他のですね、都市での定住施策とかもご意見いただいておりますので、そういったものについては、研究していただければどうかと思いまして、こういった考え方ということで書かせていただいております。よろしくお願いします。今のお話を聞いてると、このこういう子育て施策がありますよということじゃなく、なかなかないので研究したいという言い方でいいんですか。ちょっと、あ、なるほど、そういう施策があるんだなっていうふうには聞けなかったんですけども、はい、すみません、最初のですね、地域、例えば地域有料賃貸住宅制度等はもちろん現在もございまして、そこがですね、なかなか皆さんに情報提供ができていないという、まあ制度としてはあるんですけども、できていない部分がございますので、そういったものをやっていくということを、まあ、ここで掲げてございますので、そういったことから、制度についての周知を図るというようなことが主になってくるのかなというふうに思ってございます。また今ですね、まあ、やっておらない、なかなかできておらないこともあります、まあ、両方入ってということになりますけれども、ただなかなかやってできていない部分につきましてもプランの中では触れている、今後進めていくということになりますので、パブリックコメントのお答えとしましては、こちらの方で記載させていただけるというような形でまとめてございます。よろしくお願いします。この今言われた地域有料賃貸住宅っていうのも、まあ、私もちょっと勉強不足で申し訳ないけど、これはそのお若い世帯に対して非常に有効的な制度なんです。はい、こちらの方はですね、まあ、宇治市の制度ではございませんけれども、まあ、一般の賃貸住宅に関しまして、ある基準の中でですね、子育て世帯、また以前でございました、高齢者の世帯も入ってですね、高齢者世帯向けであるとか、子育て世帯向けという中での住宅の申請をしていただいた中で、家賃が
少し補助が出るとかですね、そういったことがございまして、そういった意味からはこちらの方を活用していただいて、入っていただくというのは、若い世代の方については効果的になるのかなというふうには思ってございます。いけない、はい、まずちょっと私も勉強させていただきたいんですけど、まあ、補助がね、あんまり私も聞いたことがなかったので、また補助等あるんで、しっかり周知を、ね、していただきたいと思いますのと、この資料3の、まあ、改訂版の最終案、まあ、見させていただいて、まあ、膨大な資料をまとめていただいて、で最初にですね、この一番最初のこの1ページのマスタープランの位置づけということで、マスタープランとは、まあ、市民の皆さん住んでよかった、また住み心地の良い魅力ある住まいづくりを目指すというふうにまあ掲げて、そしてまあたくさんの資料をまとめていただいて、最後にまあ計画が、ね、あるということになっています。このプランをまとめるっていうことに関して、これやっぱりいくらかの費用をかけて、このプランっていうのはその作ってるんでしょうか。はい、このプランに関しましてはですね、まず策定委員会というのを、まあ、設置しておりまして、まあ、ご報告以前の委員会でもさせていただいてますけども、学識経験者とかですね、また行政職員、まあ、13名からなります、委員会策定しておりますので、そちらの、方に対する報酬というのがまずございます。それからですね、このプランのですね、まあ、現況編主なところなんですけども、そういったところでの分析と、また冊子の作成等もございますので、そちらの方でですね、業者に委託してございますので、住宅マスタープランの策定実績のある、まあ、業者に、委託しておりまして、そちらの方の費用が約、まあ、500万弱でございます。よろしくお願いします。500万くらいですかね、はい、まあ、結構な額だと思います。でこれ まあ、今回最終案ですけども、前回も、まあ、まとめて、まあ、費用がねかかってるかと思うんですけど、まあ、それの、まあ、活用方法ですね、まあ、作って、それをどう活用して、どう結果を出していくのかっていうことが、まあ、費用をかける以上大事だと思うんですけども、まあ、今回はこれからですけども、前回にあっては、まあ、それをどう活用してどういうふうに結果を出していったのかっていうところが分かれば教えていただきたいと思います。はい、前回ですね、まあ、平成19年、9月に策定いたしまして、その後ですね、まあ、プラン自体がですね、計画、まあ、理念を示すもの、方針を示すものということで、各施策、まあ、前の施策はですね、43施策ございましたけれども、そちらのにつきましては、各担当課、現課の方で、取り組んでいただくというような形で、お願いしておりました。途中でですね、まあ、個別でですね、そういった進捗状況をお聞きしたことはございましたんですけれども、なかなか毎年毎年、チェックをしたりとかですね、そういったこともできてなかったこともございまして、その部分でですね、例えば住宅のこのマスタープランを作って、まあ、例えばその部分で人口が増えたとかですね、市住宅がどうなったとかいうことにつきましては、なかなか目に見えて進んでいるものはございなかったのかなというふうにございます。ただ、まあ、例えば公営住宅、私ども担当しております市営住宅の部分につきましては、大学市営住宅の建て替えの等にですね、子育て世帯の入居枠を設けたり、また、社会福祉法人、まあ、グループホームの設置というのもさせていただきまして、こちらの方にですね、掲げております施設の連携というのも少しできた部分もございますかなというふうに思っているところでございます。多くにつきましては、まとめたものがちょっとございませんでして、そこが一番の今回も課題になっているというところでございます。まあ、策定いたしました来年度以降ですね、この、毎年毎年のですね、振り返り、また施策の進捗状況については進行管理、今まで少しできておりませんでしたので、そちらをきっちりやっていって、より良いものにしていければなというふうに思っております。で、あの
まあ、今の答弁でもありましたように、やはりその、まあ、チェックをして、まあ、それどう活用できたのか、まあ、なかなか数字に表しにくいものなのかもしれませんけども、まあ、どれだけ効果が、まあ、活用できてね、効果があったのかというのも出さなければいけないと思うんですね、費用がかかる以上。その使い方を本当に検討してですね、500万かけたらそれ以上の効果を出してこそ意味があるというのではないのかなと思いますので、そのあたりのそれ効果を出す検討をですね、ぜひしっかりしていただきたいと思いますのと、最後にこれは意見ですけれども、まあ、例えばですね、まあ、先日も一般質問の中で若い、まあ、新入新しく入った職員さんがですね、もしできればもう宇治市内に住んでいる、 できればみんながね、しばらくでも宇治市内に行って住んでいただいてみたいなお話も、ありました。また先日の PR 動画でも先ほど言いましたけども、ぜひ宇治市にね、住んでいただきたいっていうようなね、最後のところもございましたし、まあ例えば商店街であれば、よく商店街にもありますよね、市内で買い物をしましょうとかですね、スローガンをね掲げてやってられる、そういった一つの努力だと思います。じゃあ宇治市の職員さんはどうなのか、決して市内に住まなければいけないということもないですし、強制もできません。それも自由な選択であるかと思いますけども、宇治市の職員さんも市内にたくさん住んでおられて、で、まあ、様々な理由があるから決してそれをどうこういうことではないんですけども、やはりもともと住んでおられた方が家を建てるとか何か住居を求められるときに、やっぱり宇治市の職員さんが行政に関わる人っていうのは、やっぱりその行政サービスのことをよくご存知だと思うんですよね。どこに住んだらどうなのかっていうのは非常によく分かっている、そういう知らない人よりかはそういうことに欠けていると、そういった方がどこを選ぶかっていうときに、そういう宇治市の職員さんが宇治市を選びたくなるような宇治市にしていくことが一番、まあそれ以外の方にとっても同じことなんではないのかなっていうふうに思います。まあ、そう思ったらですね、やっぱり宇治市職員の中でしっかり宇治市、自分たちが選びたくなるような宇治市にしていこう、そういう行政サービスにしていこうとか、まあ、そういったような、まあ、スローガンというか呼びかけ、決して強制ではありませんけども、そういった努力というかですね、よく聞くんですけども、市内に住んでいる職員さんがですね、できれば自分が市職員であることをあまり近所に知られたくないっていうような話もね、はっきり聞きます。まあ、それはやっぱり市職員であると近所の人から宇治市はどうなんやとか、あれがこうやらって言われるのがかなんっていうね、そういうところから自分があまり市職員になることを言いたくないっていうような、なんかこう非常にその話を聞くと残念な気持ちに、ね、なります。そして市内、市外にね、住居を、まあ、例えば移されたりしたら、その宇治市職員としての誇りというかプライドというか覚悟はどうなんだろうかっていうのを非常に時々ね思う時があります。でこのマスタープランも500万かけて作られて、しっかり検証していただきたいんですけども、職員さんの中でやっぱり自分たちが住みたい町に自分たちがしていくっていうような、そういった熱い思いをですね、ぜひ持ってこのマスタープランもぜひ身のあるものにね、していただきたいと思います。以上です。他に質疑は西谷お願いします。最後の候補なんですけども、この施策体系一覧の、81ページから、この辺でちょっといろいろ聞きたいことがあるんですけれども、まず84ページなんです。旧本拠に入るさつまい事故に関しては、私も結構いろいろ言わせてもらったんですけども、結構いろいろと書いていただいているので、まあ、これをもとにですね、しっかりとやっていただきたいと思います。で、また子育て施策のことに関しては、先ほどちょっと受け入れからもあったんですけども、あんまり流通は少ないかと思うんですけども、子育てに関しては、やっぱり住宅だけじゃなくて、いろんなですね、住宅、子育て環境とか、
いろんな政策と、一致しての育て家庭がですね、どんどん、入ってこられるようになると思いますので、その辺の連携はまたしていただきたいと思います。で、ちょっと気になったところがですね、192ページの空き家の適正管理有効活用のところ、具体的な施策のところですね、空き家結構今すごい問題になっているかと思うんですけども、空き家に活用に向けた検討っていうところで、検討、研究、検討っていうところですね、検討、研究が多いのが、マスタープランこれ10年間あると思うんですけども、ずっと検討、研究されるのか。で、97ページの方もですね、情報提供と相談体制の充実ということですね、ここもですね、多様な相談に対応できる仕組み作りの検討ということで、関係各界や住宅関連事業者との連携による相談事業の検討、ここ、住宅関連事業者ともいろいろ連携した方がいいですよという思いだと、ところや、思ったと思うんですけれども、やっぱりここでも検討っていうのが非常に多くてですね、特にこの情報提供のところではですね、宇治市自体が情報発信という弱いところがあるんですけども、やっぱり10年間のスパンを見ると、検討研究だけじゃなくて、やっぱちょっと実施とか何かにもうちょっと、ね、前向きなふうにあまり思えないですけど、この辺はどうでしょう、具体的にはもっと考えられてるのか、ね、変えられないのか、その辺はどうですか。はい、今ご指摘いただきました92ページの空き家の部分であるとかですね、97ページの住宅法の提供の部分とか、こういった中で検討とか研究とか、そういった表現しかないということでございますけれども、住宅マスタープランにつきましては、10年間今も言っていただいたように計画でございますけれども、またですね、この後、総合計画の改定とかですね、都市計画マスタープランの改定とか、そういったこともございます。また状況とかですね、かなり変わっていくこともございますので、見直しを図っていきたい、今から見直しの話してもあれなんですけども、見直しを図っていきたいということで、また先ほども申しましたように、来年度以降ですね、具体的な政策を進めていく中で、進捗状況の把握というのは今までできてなかった部分でございますので、こちらの方をしっかりやっていきたいと思ってございます。その進捗状況を把握して評価していく中で、さらに取り組みの見直しというのを図っていくということを、一番最後のところなんですけども、計画の適切な進行管理ということで、そういったことも書いてございまして、現時点でまとめたものでございますので、ただ空き家の例えば活用につきましてはですね、現在のところですね、総務課の方で、所管しています事項でもございますけれども、その後の、活用に関して具体的なものというのがですね、私どもの方でも少し見えてない部分もございます。いろんなことは、策定委員会の、このプランの策定委員会の委員さんでもですね、住宅管理業者の方もいらっしゃいまして、いろんなことを言っていただいている部分がございますので、そういったことについては当然選択しながらやっていかなければならないというふうにはもちろん思っているんですけども、現時点でまとめた中では少し検討という形で、表記させていただいているということでございますので、よろしくお願いいたします。西川委員、ちょっときつい言い方だと思います。一応両方ともやっぱり新規ということなんで、これからどうしていこうかと思い悩まれているところだとは思うんですけれども、やっぱりですね、ちょっとこの計画を立てても、実際にこうできてなければ意味がないので、しっかりとその辺はですね、検討って書いてあるけども、しっかりと実行できましたってなれるようにやっていってもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。今、池田委員も、西川委員の、話聞いてて、これは非常に申し訳ない言い方ですけどね、これ500万かけてね、もうやめる方がいいと思いますね。正直、これ多分ね、10年前におそらくこの冊子出されてるでしょ。で、焼き直しにしてる部分結構多いでしょ。ね、同じグラフ使ってね、数字だけ変えてるところとか結構多いでしょ。違います？ちょっとそこ答えてもらいます？改訂版っていうこともございますので、同じ形でやらせていただいているところもございます。ね。10年間ってやっぱり一昔、10年一昔っていうように大きく時代も変わってるしね、
住民がやっぱりその住宅に求めているものとかも全然違うんですよ。でこれね、例えばこの資料2の5ページ見ててもね、修正前修正後のこれ見て思ったんですけど、結局これ全部数字を変えるだけなんですよ。そうでしょ。でさっきあったその空き家対策、本当に今喫緊の課題である空き家対策なんかについてもね、もうほんまにちょろっとしてくれてないし、でしかもこれ検討委員会見てると3回開いてるだけですよね。やめたらどうです？いや、もしくはやる、これどうしてもやらないといけないんであれば、もっとやっぱり10万円以下に落とすとかね、これ500万かける価値はもう絶対にないと思いますね。そう思いませんか？僕はそう思いますね。でかつこれもう一つ情けないのがパブリックコメントですよ。たった3名ですよ500万かけて。これこそ税金の無駄遣いじゃないですか。僕はもう今回をもってこれについては500万円もの費用をかけるようなことはやめるべきだと思いますが、それに対して、お考えをお聞きしたいと思います。社長。はい。今厳しいご指摘をいただきました。確かに現計画の見直しということもございましたので、形式的にはそれをできるだけ踏襲するというような形で の新計画という形にさせていただいたということで、確かにその現計画と比べて何が違うのかと言われるとなかなか難しい部分はございます。ただ検討委員会の中でもですね、今の時代の情勢をいかにこの計画に反映するかという中で、やはり子育て、それと安全安心、それと空き家、この3つについてはですね、しっかりと書き込むようにということのご意見の中で、ここに挙げさせてきていただいたわけでございます。ただ空き家等の対策につきましては、もう実際に来年度から具体的な動きを出そうということで、予算計上も他の部署ではございますが上がっておりますし、そういった部分をですね、この計画の中でいかに組み込んでいくか、これは現段階では非常に不透明な部分もございますので、そこは先ほど課長も説明させていただいてますように、しっかりと見直しを行う中でこの計画をさらに充実させていくということで、そういうことで継続をしていきたいという具合に考えております。それと金額についてでございますけれども、確かに500万が高いのか安いのかという問題はございますが、この計画を策定することでですね、今後宇治市としての住宅施策をいかに進めていくかという一つの大きな方向性ということもございますし、我々建設部の住宅化そのものはですね、現在公営住宅の管理が主な状況にはなってますが、こういう計画を策定することの一つのきっかけとしてですね、住宅施策、市全体の住宅施策にももっと目を向けていく必要があるのかなということも改めて今更ながらに感じているところでもございますので、そういった部分でですね、今後の市の取り組みをこの計画を作ったことでのその一歩前進というような形での市が今後取り組んでいく方向を見守っていただけないかなという具合に考えているところでもございます。そういうところでですね、国も府もこういう形で同じようないわゆる住生活基本計画というのを策定をしてきておりますんで、そういった上位計画にですね、どうしてもその計画を受けて今後市町村がどういう形でこれを進めていくのかというところでですね、国からそういった指導も一定ございますし、この計画が元になって国からの補助金が市の方に降りてくるということもございますんで、その辺は一定のこの計画での必要性と効果になってくるんではないかということも考えておりますので、その辺何度も言いますが、
今後のその計画に基づく取り組みを見守っていただけたらという具合に思っておりますのでよろしくお願いいたします。まあ、それは発長さんが聞いてくれはったら、それはまあね、それは結構です、見守ってくれて、まあ、僕はそんな力はないですけどね、僕はその見直しの内容が問題があるという議論ができるんだったらいいと思うんですよ。でこれ、見直しじゃなくて、焼き直ししてるんでね、要はその項目一緒、構成一緒、その中で年度だけ変えていく、数字だけ変えていくっていうね、ことに500万もかけている。しかも京都府や国の上位計画があるからそれに追随してやっていく。だから市として明確なね、これのマスタープランの目的がないんですよ。この マスタープランを作ることによって宇治の住環境をねどう良くしていくんだっていう明確な意思が僕は感じないんですよね。まあだからこれ国がやる府がやるから仕方なしにまあやりますと。だから去年前回10年前に出した資料をそのまま持ってきて数値だけ置き換えて出すと。で3回一応その委員会開いてね、これも報酬出てるわけでしょ、委員会開いてこんなで、それをまあまあそこでいろいろ意見出してもらって、でその叩き台、その会議の中でも叩き台になるのはこれ10年前のマスタープラン見ながらやってるわけでしょ、多分これどう変えていきましょうかっていう話でしょ、簡単に言うと。でそのまま使えるところは使いましょうと、まあ、こういうことであればね、僕はほんまに宇治市のその計画としてはですね、だったらもう別にそんな数字を変えて年号を変えるだけでしたら500万もかける必要はありませんしね、別にこんな委員会作る必要もないんじゃないですかと僕は思わざるを得ないんですよね。でもう一つちょっと今さっきお答えなかったんですけど、このパブリックコメントの少なさ、これはどうお考えでどう改善されようとしてるんですかね。はい、まあ宇治市のいろんな計画策定とか、まあ、いろんな部分でパブリックコメントっていうのを、まあ、やらせていただいているわけですが、まあ、なかなかそのパブリックコメントの集まりがですね、いいものもあれば悪いものもあるということで、その、市民の方のその意思、それに対するそのいわゆる興味を持っていただいている内容なのかどうかとか、まあ、そのあたりのいわゆる計画によってはそういうものもございますし、まあ、今回我々住宅に関してのこういうパブリックコメントについてはもう少し